皆さんこんにちは、ワナレグルビジです。今回はスーパーファミコンの紺碧の艦隊、続きをプレイしていきたいと思います。前回はハワイ海戦で、アメリカ軍空母機動部隊、エンタープライズを撃沈しました。まあ、ただ、味方にも損害が出てしまって、1億円近い損失が出たんですが、裏でやり直しをさせていただきました。よって、今ご覧いただいている国庫には、2億円近い、臨時の予算が組み込まれている状態です。おいおい、ちょっとせこくないかというお叱りもあるかなと思うんですが、今回はね、なんとしても、完全エンディング、クリアまで持っていきたいと思ってますので、お許しいただければなと思います。では早速、新兵器開発を行います。新型の38式弾、1200万投入。さらに、艦上戦闘機。これは電星で合ってますかね。3000万かかりますが、これも投入しましょう。で、新兵器はここまでになりますので、あとは経済投資。東方エルサレム共和国建国。これに、ドカッと、1億円使いましょう。で、あとは、中小企業の支援に1500万。いや、2000万使っちゃいましょう。で、米国の報道。これに対してのアピール。2500万使います。これで次のステージへと進みましょう。電星というのがどれほどのものなのかっていうのは、楽しみですよね。激突、戦艦決戦、真珠湾沖という第3ステージになります。作戦指令。高杉機動部隊及び坂本艦隊は、米軍太平洋艦隊主力艦隊を攻撃、これを壊滅させよう。いよいよ主力艦隊同士の決戦ということになりそうですね。ただし、敵戦艦は可能な限りこれを降伏させ打破する。まあ、撃沈してはいけないよっていうことですかね。では、お楽しみの新兵器ですね。これ確認していきたいと思います。新兵器。まずは、冷戦の新型、電星ですね。これ楽しみですよね。冷戦を上回る艦上戦闘機、30ミリの機銃装備。冷戦が20ミリ機銃装備なので、それよりも強い武装を持った戦闘機と言えそうですね。後ほどスペックは確認していきたいと思います。敵の方も新型の戦闘機導入してきましたね。ワイルドキャットです。では早速マップの方から確認していきましょう。現状は味方はこれくらいしかいないのかな？坂本艦隊は途中で援軍で入ってくるようなことを言っていたので、現状味方の戦力はこれだけですね。敵の方はというとかなりの大戦力になっているのが見て取れますね。ここには戦艦が計8隻、4ユニットに分かれて配備されているのが確認できます。ただ空母はいなそうだな。なので、こちらにある空母で一方的に敵を攻撃できる状況が作れれば、まあ戦えなくはないかなと思うんですが、その空母は残念ながら赤城だけですね。ただ、艦上戦闘機は冷戦から新型の電星へと変わっています。では早速プレイの方を始めていきましょう。まあ、まともに原油戦力でぶつかっても勝ち目はないかなと思いますので、敵との距離感をしっかり測りながら戦っていければいいかなと思います。9級の艦爆、97の艦攻は魚雷装備で発艦させておきましょう。空母はね、赤城しかいないので、まあ、本当に要注意というところですよね。
アメリカ軍の艦隊は前進してきますね。まあ当然だと思います。圧倒的に戦力が有利ですからね。空母こそこのアメリカ軍の主力艦隊の中に入っていませんけど、戦艦8隻っていうのはかなり強力ですからね。さらに護衛の駆逐艦、まあ、いわゆる水雷戦隊もご覧のように相当数が配備されているという状態です。で、忘れてはいけないのが冒頭にあった作戦指令の中に、戦艦は撃沈しないで打砲するっていうのがありましたよね。これもね、ちゃんと覚えておきたいと思います。そして坂本艦隊が援軍として到着でーす。戦艦の数が8対8、8隻対8隻になったということですね。坂本艦隊ですが、ここに空母宝昌と龍城がいるんですが、ここはですね、艦載機が3編成になってます。天聖と九九の艦爆九段の艦港です。龍城の方も同じ艦載機の編成ですね。なのでまずは艦載機を発艦させちゃいましょう。戦艦同士の打ち合いには持ち込まずに、敵の水雷戦隊を戦艦で一方的に攻撃するっていう展開に持ち込みたいかなと思うので、そのためにはうまく航空機を使ってですね、敵の進路を限定したり、あるいは敵をいなしたりっていうね、そういう展開をちょっと考えていきたいなと思ってます。では電勢から発艦していきます。この際航空機を、まあ、ある意味ほとりというかね、壁というか、まあ、そういう使い方をして一方的にこちらの戦艦で敵を砲撃で仕留められるっていう状態を作れるのがね、ベストなのかなというふうに思ってます。改めて味方の戦力確認します。まずは射程6の16センチ連装砲を装備している混合型の戦艦が2隻ですね。まあ、ここには射程6っていうのを頭に入れておきたいと思います。射程が6です。で、こちらの日向伊勢ですが、こちらも36センチの連装砲、射程6です。金剛春田、ここも射程6。不走、ここも36連装砲が射程6ですね。なので射程6の範囲から一方的に敵を撃っていくっていうのが良さそうなので、敵の射程7か、射程7か、40センチの連装砲が射程7。これ思ったより強力ですね。メリーランド級が射程7、舐めてたわ。で、オクラホマ級が射程6、カリフォルニア級が射程6ということは、今分かったのが、このメリーランド級に関しては射程が7なので、我々の方がより不利ということですね。2隻あるメリーランド級を倒すときには、航空戦力を使う必要がありそうですね。どこにいるかっていうのは常にチェックしましょう。下手すると一方的に殴られる恐れがあるということですよね。まあ、あくまでも戦艦は攻撃しないで、敵の駆逐艦や輸送船団を撃沈するのが、このステージの目標になると思うので、敵の戦艦のレンジに入らないように気をつけます。なので、まず戦艦と敵の水雷戦隊をうまく分断するっていうのが重要な作戦、戦術になりそうですね。そういう意味ではやっぱり機動力のある戦闘機、あるいは航空機、これを早めに前に展開しちゃいましょう。
戦艦の進路をうまく塞ぐっていう作戦ですね。アメリカ軍艦隊との距離感ですね。ご覧いただきましょう。こんな距離感になってます。そろそろ攻撃をしていかなければいけないっていう距離感になってます。攻撃をしていきましょう。ただ一方的に殴りたいっていう距離を考えるとですね、どうなんだろうな。射程6、もうちょっと引きつけてもいいかな。改めてアメリカ軍の水雷戦隊の位置取り確認します。ここですね。で、移動力が3あって射程4の魚雷を持ってるので、この一番先頭にいる敵の駆逐艦のレンジが移動3、射程4で合計7ですね。そう考えると1、2、3、4、5、6、7、もう今ギリギリのところにいるっていう状態だな。ということはこれ以上敵を近づけてはいけないよということですね。まあ、ある意味ではすごくわかりやすいですね。そうなるとこれで敵の進路を塞いでしまえば一方的に殴れるっていう状況が作れるかなと思います。では敵の位置を見定めましたので、ここから戦艦によって一気に敵を撃滅して回ります。敵の戦艦、特にメリーランド級はね、射程が我々よりも1長いので、そのレンジ内に入るとすごく危険だよっていうのをね、頭に入れておきたいと思います。こちらの61センチの酸素魚雷は射程が6あるのでめちゃくちゃ強力ですね。アメリカ軍の駆逐艦が装備している魚雷が射程が4であることを考えると、まあ、いかに強力な武装なのかというのがね、これでも、分かっていただけるんじゃないかなと思います。まずは水雷戦隊一つを撃破です。ではこの要領で進めていきます。空間の61センチの酸素魚雷、これは残弾がすごく少ないですね。2しかないので、使ったらすぐに補給をしないと、まあ、継戦能力っていう意味ではちょっと厳しいので、まあ、輸送船団から補給をしていきます。これの繰り返しでなんとかね、しのいでいきましょう。では30mm の機関砲、機関銃を装備した電勢、せっかくなんで敵の駆逐艦に攻撃仕掛けてみましょう。まあ、20mm の機銃よりも一回り強くなった武装なので攻撃もそれなりに当たりますね。この電勢があればワイルドキャットも敵ではないかなと思います。敵の戦艦の攻撃を水雷戦隊が受けてます。ちょっとダメージが増えてきたので、この戦隊に関しては後ろに下げる必要があるかもしれないですね。その他の敵の駆逐艦の動きに関してはこちらも想定通りと言えそうですね。
壁がしっかり効いている感じがします。では逃げていくこの輸送船を、駆逐艦かな先に。急降下で壊滅させましょう。これに逃げられるとなかなかこのステージクリアが遠のいてしまう。先に遠のいていく、逃げていくものを撃沈です。では味方の被害状況を確認します。まずはですね、第4戦隊なんですが、ここがかなりダメージ出てます。あとはですね、前線で頑張ってくれている第1戦隊、ここもですね、霧島が半分ぐらいダメージ食らってますね。これ以上のダメージは心配なので、ちょっと下げた方がいいかなって感じがします。前線を支える戦艦を変えましょう。まあ、ダメージ担当艦というやつですね。では敵の駆逐艦を落とした分ですね、こちらは敵の戦艦の動きを封じるためにまた一つ航空機を使って敵の動きを封じにかかります。これで敵の戦艦の動きは完全に我々のコントロール圏内に行きましたね。ではまた敵の戦艦のレンジ外から地道に攻撃を当てていきます。このゲームは航空機と、まあ、艦船がね、いわゆるスタックができないシステムになっているので、まあ、それを最大限に利用した航空機の壁作戦ですね。ではここから残っている敵の水雷戦隊と、あとは輸送船団ですね、これを一気に壊滅させます。敵の戦艦を残して、あと4ユニットという状況ですね。ここに輸送船団、こちらにも輸送船団、ここに水雷戦隊ですね。これを一気に壊滅させにかかりましょう。まあ、どこまで押していけるかというところなので、もう艦爆隊もね、全部使っていきます。できれば艦爆隊でこの輸送船団は壊滅させたいですね。急降下を行いましょう。こちらは壊滅したユニットこそないものの、いくつか撃沈されたものも出てきてしまっている状態なので、もうこれ以上被害を広げたくないな、まあ、そういう状態ですね。電星の持っている30ミリの機銃でも攻撃は入りますから、まあ地味ですけど少しずつ当てていきます。とどめは魚雷なり戦艦の手法で刺していきます。ここに来て初めて戦艦がグイと、前進した。まあ、そういう状況ですね。こういうちょい残しが一番ね、残念なので、こういうちょい残しに関しては電声でとどめを刺します。予定通り電声でとどめを刺しました。戦艦による砲撃でね、できるだけダメージ少なく一方的に殴るっていう作戦、ここまで功を奏していて、戦艦撃沈されたものはないので、
あとはこのターンで確実に仕留め切る。まあ、それだけですね。こいつがちょっと厄介だな。これをどう仕留めるかだな。ちょっとまずは一回、魚雷を当てておきましょう。この輸送船が仕留められるかどうか。これにかかってるな。このターンで決めきれるかどうかは。残り4ゲージ残ってんだな。この4ゲージどう仕留める？まずは、ここで、魚雷で、どれぐらい当たるか。まあ、できればもうここで本当に仕留めてほしいな。残った。ちょい残しだな。このちょい残しに関しては伝説を使う。うわ！レンジ外だ。痛いなぁ。これ本当に痛い。となると、艦爆、艦砲かなぁ。艦砲の、ちょっと使いたくはなかったですけど、魚雷を使うか。もったいないなぁ。このちょいのために、魚雷っていうのはもったいないですね。もうこれ2ユニットになってます。もうここは何が何でも仕留め切るっていう覚悟で挑みましょう。この魚雷で残り1ゲージまで削りたいですね。残り2ゲージ。この2ゲージをどう削るかだな。艦爆はもう使い物にならないので、ここでは、待機させるしかないですね。ここの駆逐艦がまだマックスで残ってんだな。ちょっと攻撃に転じるのが早かったかな、1ターン。味方に損害が出そうですね。うかつだったな。まずはこの輸送船団を、この戦艦の砲撃で仕留めきれないと、積んだ。積んでしまった、マジか。参ったなぁ。ちょっと、味方に損害が出そうですね。敵の戦艦の砲撃を食らってしまうと思うので。ちょっと残念ですけど、しょうがないかなぁ。この輸送船の後、本当にゲージ1、8番艦だけ打ち漏らしですね。艦爆の攻撃でこの輸送船にダメージなんか通らないよなぁ。というかもうそもそも機銃攻撃できないですね。しょうがない。まあここはじゃあ、ダメ元で、電性の 30mm の機銃で敵の輸送船に挑みましょう。あと1センチ。あと1センチだったなぁ。もう残ってるユニットがないので、この1センチを、まあ、残念ながら削り切ることができなかったというところです。空母は後ろに下げておきましょう。まあ、戦艦が撃沈されるっていう可能性がちょっと残ってしまったので、まあ、損害が広がる可能性はありますね。まあ、あとは神のみぞ知るというところかと思います。みんなうまく回避してくれよ。
まあ、霧島に集中攻撃仕掛けてくるよな。まあ、撃沈されずに大破で残ってくれれば御の字ですね。もう見守ることしかできないこの局面なんだ。よし、残った。ではこれでなんとかね、まあ壊滅するユニットなく、まあ事なきを得ることができたのかなと思います。敵の戦艦は合計4ユニット、8隻すべて打破できそうですね。これでこのステージクリアです。マサシオ型合計3隻失っていますが、まあそれ以外はね、なんとかギリギリ、まあ撃沈は免れたというところです。敵の方はご覧のように戦艦を除くすべてを撃沈してます。支出は4500万出ましたね。なので残っているのが1億5880万という状況です。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。